アモキサピンは抗うつ薬として用いられる化合物である。第二世代の酸関係抗うつ薬として知られ、抗コ,コリン作用が軽減されている。日本ではアモキサンの名で販売され、適応はうつ病、うつ状態である。処方箋医薬品、劇薬である。1963年、スイスの J ・シュムウッツにより合成された。抗コ,コリン作用により、 5%以上に下つ、それ未満に便秘、排尿困難、視聴節障害などが生じ、投与量の急減により、情動不安、保管、錯乱その他の症状が生じることがある。1963年、スイスのジェイシュムーツにより合成され、アメリカンサイアナミッドのレダリー研究所で開発された。脳内神経末端へのノルアドレナリンとセロトニンの再取り込み阻害作用がある。 活性代謝物の7ヒドロキシ体は強力なドーパミン D2 受容代謝断作用を持つ。この代謝物の作用により、高容量では抗精神病薬に類似した衰退外路症状や悪性症候群が現れることがある。8ヒドロキシ体は強力なノルアドレナリン再取り込み、阻害作用を有する。7ヒドロキシ体の血中濃度半減は約6.5時間であり、 ハチヒドロキシ体の血中濃度半減は約30時間である。無理細動抑制作用はイミプラミンやアミトリップチリンよりも強力で大量投与では常動肩を全般的に抑制する作用を有する。また、自発運動の抑制とカタレプシージャッキなどの作用も有する。否定型抗精神病薬のロキサピンの N 脱メチル化代謝産物である。日本での適用は うつ病、うつ状態である。抗コ,コリン作用による参動により、発作を誘発する恐れがある。心電動障害などの心毒性により、容体が増悪する恐れがある。また、併用注意として、スリーなどが挙げられる。これらは、アモキサピンの代謝を阻害し、相互に血中濃度が上昇して作用が増強される場合がある。肝臓で代謝される薬物のほとんどに言えることだが、 酒との併用は予期せぬ副作用を招く。臨床試験では、高ココリン作用により5%以上に、口渇、0.1から5%に便秘、排尿困難、視聴節障害0.1%未満に飛亡し尿、微閉、目内圧更新が生じている。投与量の急減や中止により、情動不安、保管、錯乱、頭痛、睡眠障害、倦怠感、大きい、 発汗などが現れることがあるため、投与の中止は徐々に減量するなど慎重に行う。アモキさんカプセル 50mg 日本では、ファイザーよりアモキさんの商品名で唯一製造を販売されている。特許は切れているが、後発医薬品は発売されていない。ありがとうございます。